おはようございます。フリドンです。今日は2020年の6月15日月曜日の朝です。無理散歩31回目になります。名古屋も梅雨入りしまして、連日雨模様の日が続いてるんですが、今日は久しぶりに雨が降っていなくて、まああと1時間2時間ぐらいは天気も持ちそうなので、久しぶりにカメラを持ち出して散歩をしています。今日は何の話しようかなと考えてたんですが、僕の好きな小説家西尾維新先生の作品の話をちょっとしようかなと思います。一応作品の中のネタバレはしないつもりではいるんですが、まあ、西尾維新先生の作品読んでるところでネタバレみたいなものがちょっとでもあると嫌だという方はご注意いただければとは思います。まあ、僕ネタバレされるのはすごく嫌なので、できれば他の人に対してもネタバレのようなことはしたくないなと常々考えているので、なるべく内容には触れないようにしておくんですけど、まあ、登場人物の名前とかをふと口にしてしまうかもしれないので、まあ、そこだけ気をつけていただければとは思います。西尾維新先生、若い作家さんで、僕と同世代の作家さんなんですが、まだデビューから20年経ってないぐらいなんですが、非常に刊行のペースが速くて、今ちょうど単行本を100冊刊行されています。まあ、西尾維新先生の作品のスタイルとしては、シリーズものが多くて、100冊の刊行した単行本の中で何らかのシリーズに属さない本というのがほとんどなくて、5冊ぐらいしかないんですね、シリーズに入ってない本は。それ以外はおおむね連続して同じ世界観を共有するシリーズものになっています。まあ、一番のヒット作は化け物語から始まる物語シリーズだと思います。100冊のうち25冊ぐらいは物語シリーズの作品なので、それぐらいたくさん出しています。それからそうだな、物語シリーズと並行して書かれてる忘却探偵のシリーズが最近は結構よく出てて、忘却探偵も10冊以上は出てると思います。で、西尾維新先生の作品を好きと言っておきながら、実は全巻を読んだわけではなく、だいたい刊行されている100冊のうち半分ぐらいは持っているんですが、残りの半分ぐらいはまだ読んだことがないという状態なので、なるべくシリーズまとめて読むようにしていて、で、物語シリーズは最新作まで一応全部読んでいます。忘却探偵シリーズは最新刊だけがまだ未読で、あとは読んでいて、からデビュー作から続く、ザレ言シリーズっていうのかな、あれはザレ言シリーズは今途中まで読んでる形ですね。ザレ言シリーズは最近何年も新作が出ていなくて、本編はあまり、まあ、書かれる見込みがなく、ただザレ言シリーズの登場人物からスピンアウトをしたシリーズが出ているので、登場人物相川淳の主人公としている最強シリーズとか、あと人間シリーズっていうのが出ているので、まあ、その辺にこう同じ世界観の、視点が映ったものが書かれていってるのかなと思います。あとはもう多分続編が出ないだろうという、ことがなんとなく分かってるシリーズもあるので、まあその辺は適宜読んでいこうかなと考えています。
西尾維新先生の作品なんですが、まあ、結構登場人物の入れ替わりとかがすごくて、まあ、名前もちょっとね覚えやすいとは言えない名前の登場人物が多いので、まあ、その辺はちょっと読んでいく中で人によっては難解に感じることがあるかもしれません。で、なんかいかにも主人公、まあ、もしくはヒロインかなと思う人物が突然出なくなったりもするので、この辺がなんか他の作家さんだと、まあ、いかにもヒロインという登場人物がいたらその後もその人物がヒロインとして書かれると思うんですが、まあ、例えば物語シリーズでいうと初期の頃にいかにもヒロインだというふうに出てくるのが羽川翼院長なんですが、羽川翼院長はあまりにもキャラが濃すぎるのか、まあ、物語シリーズというのは結構ハーレムを描いた主人公のハーレムを描いた作品で、主人公以外の登場人物がほとんど女性キャラなんですが、まあ、女性キャラの中でこの羽川翼院長がいると他のキャラクターが立たなくなると思われたのか、途中からあまり登場がしないようになってきます。突然消えるわけではなく、ちゃんといなくなる設定があるんですけど、書かれなくなってしまいます。それから、まあ、登場人物の立場的な意味でのヒロインで言えば、立場的なヒロインで言えば戦場ヶ原ひたりというキャラクターがやはりヒロイン的ポジションにはいるんですが、まあ、実際の作品の登場の頻度なんかを見るとちょっとヒロインというには微妙な頻度でしか出てこないですね。これに関しても今、一番新しい物語シリーズでもここ、3冊4冊ぐらいかな、主人公の荒木君が大学生をやっているという設定の中では、まあ、この戦場原ひたぎが全く出てこないということに関してはネタにされているぐらいなので、まあ、これもやっぱり先生自身が意図的にそういう扱いをしているんだろうなというのは感じます。逆に多分あんまり出てこないつもりなんだろうなというキャラクターがその後もずっとこうレギュラーメンバーとしてレギュラーのキャラクターとして描かれてたりすることもあって、あれはファンからのフィードバックを見ているのか、まあ、先生自身が書いてるうちにその登場人物にどんどん思い入れが増えていってしまうのか、ちょっとその辺はわからないんですけど、初出場の時に結構モブキャラかと思いきやその後何度も重要なところで出てくるというキャラクターが出てきたりもします。で、忘却探偵シリーズ、まあ、主人公置手紙京子という探偵役のキャラクターなんですが、忘却探偵シリーズは比較的登場人物は1回限りで終わりという人が多く、で、まあ、主人公と、まあ、その周囲の数人を除いては名前だけ出てきてほとんどその本人のキャラクター性も書かれないという登場人物が多いので、まあ、その辺はちょっと先生の中でも新しい世界観を作っていこうとしているのかなと感じました。忘却探偵シリーズは、まあ、短編もあり長編もあり、で、世界観は連続しているものの各話の間につながりがあんまりないので、まあ、どっから読んでいってもよくて、なんなら最新巻から逆に読んでいっても話としては楽しめると思います。前の巻を読んでないと次の巻で何か困るということもないので、
まあ、そういう意味ではシャーロック・ホームズのシリーズとかに近いかもしれないですね。なんか忘却探偵シリーズのまあ主人公沖手紙京子のキャラクターとしては正体不明の人物なんですね。本人も自分が何者か分かってないというところが設定のミソなんですが、この沖手紙京子と別の世界観である物語シリーズの羽川翼委員長がなんか実は同一人物なんじゃないかっていうファンの推測があって、まあ、これはそういう予想して楽しむのはファンとして面白いと思うんですが、まあ、僕の意見としてはそれはないかなという気がしています。ただ西尾維新先生は多分ファンがその辺をこう予想してくるというのも込みでキャラクターを作っているところがあると思ってて、でなんかそれを匂わせるような話が途中出てきたりするんですね。ただこれに関してもなんかファンの中でファンの間でそういう噂が出てきてから書かれている時系列的にはファンの間で言われるようになってから出てきている気もするので、まあウェブとかの意見というか感想というかは結構エゴサーチをしているかもしれません。でこれをまあオフィシャルに否定する設定というのもあって、混ぜ物語という、これは、シリーズものというよりは、一冊読み切りで書かれている短編集なんですが、物語シリーズの主人公の荒木くんと西尾維新先生の他の作品に出てくる登場人物たちが1話ずつ読み切りの短編で書かれるというシリーズ、シリーズじゃないな、一冊読み切りなのでなんて言ったらいいんだろう、まあ、短編の本があるんですけど、まあ、その中に高校生の頃の荒木くんと沖手紙京子が同時に出てくるという話があるので、まあ、そういう意味では年齢が辻褄が合わなくなってくるので、沖手紙京子の正体が羽川翼委員長説というのはここで否定されているというふうに考えていいかなと思います。そんなわけで今日は僕の好きな作家さん西尾維新先生の作品について少しお話をしました。実を言うと思ったより街を歩いている人が多くて、かつちょっとジンバルが不安定なので結構カメラがブレながらという状態になってしまっているかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価の方もお願いします。無理論でした。